あの男の天下が見たいと思った。そこに野心や欲はない。彼が渇望したのはかけがえのない友の勝利のみ。白き布の下に熱き闘志を秘め、大谷義次は采配を振るう。ただ盟友のために。盟友の賞。毛利領10カ国のうち5カ国を織田のものとする。それが和睦の条件だ。そんな条件に素直に応じるとでも？今日で何か起きたのでは？あなたたちを人質とすればもう少し譲歩してもらえるでしょうか？捕らえるならば捕らえる。だがこの者は俺の従者だ。捕らえても殺しても何の益にもならんぞ。この状況で友をかばうとは見事な心意気ですね。和睦を受けましょう。これで秀吉様は背を気にせず光秀の元へ向かえる。だが死んでしまっては秀吉様を守ることもできない。三成、俺をかばってくれたことは嬉しい。だが無茶はするな。自分が生き延びることだけを考えろ。秀吉様の天下を見たいのであれば。天正10年、天下人織田信長は京の本能寺にて家臣明智光秀に討たれた。信長家臣羽柴秀吉は主君の仇討ちを果たすべく毛利攻めを切り上げ、中国地方からの大返しを敢行。石田三成、大谷義次ら若き子飼いの働きもあり、光秀の予想を上回る速さで畿内に帰還した。対する明智軍は決戦の地山崎に着陣するや、用地天王山に陣取った羽柴軍を奇襲、山を奪取する。羽柴軍は地理的優位を失った。この苦境を覆せるかは義次ら若い力にかかっていた。盟友の賞。山崎の戦い。時の流れには逆らえない。いらっしゃいませ。お買い得品があります。毎度ありがとう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 ございます。ありがとう。
武人が我が軍に勇気、山頂より一気に敵本陣を落とすのです。明智軍は天王山に陣取り、勢いづく。俺が山頂を奪取し、戦意をくじいてやる。無茶をするな。と言っても、麓に敵を引きつけておくから、慎重に進む。実害の有効か、山頂を奪わない限り巻き返しは厳しい。さえ奪っちまえば俺らの勝ちってことだろ。三成の周りには随分と前のめりの連中が多い。山頂を突破するようなスケベがいる。三人きりでいる者に頼むです。麓の戦いが激しくなっている。山頂は狙ってこないのでしょう。敵を山頂から誘い出さない。偽の伝令を仕込んで。メネ分身申し上げます。敵八幡軍は麓を抜け、我ら明智軍本陣を攻める模様。何だと、この目に固めよう。開門。そまさか騎兵が役に立つのだ。今日山道に誘い出して当たったし、うまく叩く騎兵だ。ここで騎兵の出番だ。浮き足立っています。今確実に山頂を奪えるだろう。流れに乗ってまでも義経を避けて渡ったか。今こそ山頂を奪うのだ。逆転できる。敵が使っていた抜け道がある。そこを抜けて敵本陣に攻め込んでやろう。よく頭が回る男だ。麓からも進軍させ攻撃の形で援護させ山頂を奪ったぞ。あとは光秀を討ち取るのみだ。歴史で突っ走っている。
戦場はよく見えている。面白い男だ。友のため、俺も時代お任せだよ。に抗う。狙うは秀吉の本陣。開門。敗北は許されぬ。邪魔する者は私が排除する。国勢が動いたな。本陣を出せ。国民の金銭が無駄になる。敵本陣まで一つだ。目指せ一番乗り。落ち着け、バカ。どこから敵が出てくるかわからないぞ。あの人に影響されたわけじゃないけど、私も一肌脱いじゃったね。開門。こちらの動きに気づかれていたか。そうだ、こうやって強引に抜けた。山頂に向かっている時も四国勢が行くよ。なんだ、元近さをまとめて崩せ。流れに乗ってまで。杖を打てば体は崩れる。さすがは三木津。これで進みやすくなった。元近がやられてしまったのじゃ。敵本陣までの道は開く。この勢いで光秀を撃つ。行撃作戦は順調に進んでいる。ふもとの部隊に侵入を早めば。敵将軍撃ち取ってる。あの砦は妙に静かだ。何かしらの罠が仕込まれている流れだ。お見事でございます。
さよ。覚悟は勝利できておる。前で。にさえ背いたのです。流れごとき背き切ってみせる。敵将を討ち取ったり。この勝利は必然、流れは最初から秀吉様にあった。これで新たな時代の中心に秀吉様が立つことになるのだな。これで天下人は秀吉様に決まった。なぜそう言い切れる。正則でもあるまいし、一から説明せねばならないか。秀吉様は光秀を討ったことで主君の仇討ちを果たした。織田家中で逆らえる者はもうおるまい。柴田勝家はどうだ。織田の筆頭家老が黙ってはいまい。そして前田利家の動き次第で流れは変わるぞ。秀吉様と利家殿は友。懐柔すれば勝家も打てる。さすれば天下に秀吉様に抗する者はいなくなる。織田信長第一の盟友徳川家康がいる。秀吉様の拡大を許すとは思えぬが。家康は確かに戦上手だが、孤立させれば必ず勝てる。さすれば残りの大名など物の数ではない。
四国、中国、九州、関東、欧州、すべてを相手に戦い勝つというのか。その頃には秀吉様の力は今の何倍にもなっている。地方大名など敵ではないはずだ。義継、お前は秀吉様の世を望んでいないのか。そうではない。お前は頭がいい。だから先走りすぎる。結論をすぐに導き出す。不測の事態とは結論の前、過程で必ず起きるものだ。理想と現実は違うぞ、三成。そのことをよく頭に入れておけ。まるで俺の保護者だな。ご忠告感謝しておく。仕方のないやつだ。